えー、アンケートありがとうございます。2016年1月11日22時53分22秒。えー、かずきさん。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと。えー、ゲリラライブの YouTube 動画、興味深く拝見させていただきました。ありがとうございます。えー、大変勉強になりました。一連の動画を見た感想ですが、どんなに IT の技術が進歩しても、人に売って人が買う、えー、ところは絶対変わらないところで、おそらく、 これからも変わらないところのような気がします。もしかしたら逆にもっと強まっていくのかもしれませんね。えー、私事ですが、今中小企業診断士の資格の勉強中です。資格を取ったら中小企業オーナーにネットの有効を使ったビジネスを提案できたらと思っています。僕、あとこれから起業する人にネットを絡めたビジネスコンサルトができれば思いは面白いはずですが、社長のご意見はどうでしょうかと。 まずですまあ、二つですかね、質問が。うん、まあ中小、中小企業診断士を持っていて、まあ、そのビジネスを、中小企業のオーナーたちにネットビジネスを絡めて提案していきたいと。あとは、起業する人にネットビジネスを伝えていきたいということなんですけど、うん。これはですね、あの、ぜひ伝えてくださいということでしか言いようがないですね。うん。で、逆に言うと、今、僕が思うんですけど、 インターネットを使わないビジネスを、を、って考えられないですね、僕の場合は。うん。要はもう時代が変換期に迎えて、もうこれだけスマホの端末機がばらまかれてる状況下で、誰もがポケットから3秒でインターネットにつながる環境下でネットを使わないっていうのは、ちょっと僕には考えられないですね。うん。 だから、あのー、ネットをどんどん広めてほしいかな。で、今、現状として、やっぱ見る側と、まあ、その、情報を発信する側に、こう、二極化になってるんですよ。で、この二極化になったことによって、情報をネットで配信する側と見る側で、これ収入の差が圧倒的に開いてるんですね。うん。 だからもう配信する側、まあ情報、ネットで情報を配信する側にならないとお金っていうのは稼げないですしあのお金稼ぎたいんだったらその、ね、普通に就職してサラリーマンとして給料をもらうっていうお金の稼ぎ方しかないので、まあ、別にそれは悪くはないことなんですけど、うんまあ、特にその中小企業なんかもうーん その大企業と違ってそ,そこまで安定したしてはいないと思うんですよ。じゃあこれ安定させるためにはどうすればいいかっていうとやっぱその新規のお客さんを囲っていかないといけない,ないわけじゃないですか。じゃあ新規のお客さんを囲っていく上でインターネットを活用して新規のお客さんが獲得できれば新しい集客媒体ができますよね。うん。で今本当にインターネットを活用した中小企業って本当増えていて本当社員数2、3名とか で、えー、あのインターネットの、S、媒体使って情報発信してそれで切り盛りしてる会社さんすごく多いですも,もしくはもうたった一人でやってる人もいますうんなまあ中小企業、うん、はもう絶対やるべきかなと思いますでさらに言うと中小企業の場合はネットを使ったその、まあ、古い会社とかは全然分かってないので うん、あの、アドバイザーとして、この教えていくっていうことはいいと思います。あとは起業する上で、まあ、二つ目の質問としては、起業する上でネットを使った方がいい。当たり前です。逆に言うと、起業する上で、なんだろうな、インターネットを使わないで起業すると、なんかリアル店舗とかになるじゃないですか。もうリスクが多すぎますよね。だったら、あのネット活用して、リスクなく起業した方がいいと思います。ね。 あの起業して借金背負って人生棒にすぐる人なんて世の中にたくさんいますからだったらインターネット活用して、えー、こういうビジネスができますよってことを伝えてってで起業する人を応援していくっていうのがいいんじゃないでしょうかうんあのネット使わないっていうことが僕の中ではちょっとすみません分かんないですよねうんまあもう10年やってるんであれなんですけど ネットを使わずビジネスをやっていく逆にその逆に言うとネットを使わずビジネス成功されてる人は本当すごいと思いますだってねめっちゃランニングコストかかってるわけじゃないですかそれで利益作っていくわけですからそれで成功してる人たちっていうのはやっぱすごいと思いますただしそれで成功するためには本当スーパーじゃないですかうんスーパーだと思うんですねあの成功するためになんでまあどんどん広めていってほしいかなと思いますはい うん、全然悪くないと思いますよ。まあ、あの、ご意見はどうですかっていうことなんですけど、ご意見としては、ぜひどうぞというご意見になります。うん。本当ネットを使わないビジネスモデルっていうのは、ちょっと僕は、今後ちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。うん。はい。ということで、えー、ぜひですね、中小企業診断士取ってるということなので、ぜひ頑張ってみてください。ありがとうございました。